フリードリヒ・ドラモット・風景は、ドイツの初期ロマン主義作家、詩人。父兄は男爵としての加盟で、本名は、フリードリヒ・ハインリヒ・カール・ドラモッテ。プロイセン王国のブランデンブルクで、フランス人の父とドイツ人の母との間に生まれた。祖先は、フランス北西のノルマンディ地方の古い貴族の家柄であり、1685年のなんとの直霊廃止により、 プロイセンへ亡命した。父兄の祖父は、プロイセンの将軍となり、フリードリヒ二世と親友になり、父兄が誕生した時には、フリードリヒ二世が名付け親になったほどであった。なお、父方の家系には、ノルウェー人の血も流れているという。父兄は、軍人になり、ラインラントへの遠征の途中で見染めた女性と、結婚した。しかし、数年後には、年上の貴族の未亡人で、 流行作家だったカロリーネホン・ロホーと結婚するため、この妻とは離婚した。府警は軍人を辞めた後、作家に転身し、1811年にウンディーネを発表した。これは彼の代表作となり、後にドイツで長い間読み継がれることとなる。ウンディーネには別れた最初の妻への思いが込められているため、実に美しくて、 悲しい物語になったと言われている。1813年に魔法の指輪、1814年にジントラムの道連れを発表した。1843年1月23日にベルリンで死去した。フランスの作家ジャンジロドは、ウンディーネを元にして1939年3幕の擬曲、オンディーヌを上演した。ありがとうございます。